はい、い駅太郎です。あの、ジャニーズ問題ね。あの、このままでは終わらせないぞって感じでは皆さんいると思うんだけど、いろんなね、あの、話題性のある事件とかそういうことがね、出てきちゃってね、もうちょっとトーンダウンする感じはするんですけど、やっぱりジャニーズのね、元のメンバーの方たちから、いや、実はこうだったよ、ああだったよっていうことがいろいろ出てきてます。その、 そこでやっぱりみんな分かってたことじゃないですかってみんな知ってましたよねって。そうやって言っているいろんな人たちが言っていていましたよねって。これ逆に我々すべてのこの人たち、大人たちにも突き刺さる言葉ですよね。だってその時やっぱりいろいろその私自身だってそのジャニーズのことに忖度して喋れなかったことがたくさんある。それはジャニーズ事務所じゃないですよ。 そのジャニーズのファンだという人たちの圧力が怖かったんですよ。めっちゃ。すごいもん。やっぱりその、あのコメントなりなんなりっていうのが、ちょっと、あの、まだ本当に100人とか200人、200人とかそんな、うん、あの、生放送で行った時に、なんかすごかったもんな。うん。あ、これはもう無理だと。うん。だからそこなんですね。その人たちは今ね、消えちゃってますよね。消えちゃったっていうか、あの、 そういう人たちは、その全体の何万の一だから、何とも,もそんなことしたというふうに思ってないんですよね。でもこうしてなるともう世論の風向きが全く変わっちゃったんで、うん。あの、それは良くないんじゃないっていうふうになってると思うんです。そんなもんなんですね。それがいけないとは言ってないです。うん。ただ、まあ、これ、どうすんのかなっていう。うん。そういうような形で、おかしな状況で、 あの、気持ち悪いような仕組みの中でできた、あの、グループっていうか会社だよね。で、そこのトップクラスの、あの、タレントさんたちもそこに言及してるわけですよ。ね。うん。だからみんなね、かわいそうだったと思いますよ、それって、うん。そのルールだ、伝統だ、決まりだ、みたいな。そうしないとこうだっていうような状況になっていって、今これが分かったわけじゃないですか。さあ、どうするの うん、まあ、ここを使う企業がどうするかってことなんだけど、ね、そうなのと、そうやって告発した人のプライベートのことを今度、ああだったこうだったって言うんだけど、それとこれとは別ですよ。うん。もしそれを追求していくと、そういうことされちゃったからこうなったんじゃないのっていう理屈も通るんで、ここはあんまり言わない方がいいですよね。うん、だってそんなさ、10代の時にそんなさ、 変なキモいおっさん、キモいかキモくないかわかんないけど、お通はおっさんなんてキモいわけじゃん。若いものから、若い子から見たら、20も30も10も20も違ってたらキモいねん普通は。別に、ね、それでなんか、毎日のようにそのなんか嫌なことされればさ、あの、性格は歪むよね、普通。だからそういう風なんだよな。うん。なんかね、これこのまま収束しちゃうのかなそれとももう、社名変更なり、 会社解体とかっていう方向に行かないのかなまあまあそろそろ、あの、ね、裏の段階ではなってるっていうか、社長の対、対しても追求はされると思うし、これから普通に、うん、やっていけれるわけねえよなとは思うんだけど、うん、もう世論形成はできているんで、うん、ただね、もう、そもそもそういうような、なんていうのかな、 なんか、プロダクション的なものが、もう、必要なのかなっていう感じですよね。もう古いよねっていうか、仕組みが。っていうか、才能がある人が、才能がある形で直接、その、なんていうのかなその、媒体、えー、と、話し合って、その、優秀なマネージャーさんみたいな人たちが、だって普通はさ、 それでいけるんじゃないのなんか大きなグループっていうか、そういう風なものがないとやれない理由があるのかないろんな問題があるかもしれませんね、それは、うん。だって、そんな大スターならさ、話は別だけど、最初から大スターじゃないもんね、みんなね。うん、だってこの、SNS でタレント活動するような人たちから見たら、最初は本人自分たちでやってるんだもんね。 連絡交渉っていうのは別にもう電話でやるわけじゃなくてほとんどメールで完結していっちゃうから、うん。その中でその規模に合わせて本人に、えー、事務所なりマネージャーなりっていう、その、なんていうのかな、事務所っていうものがあって自分たちが選べれるような事務所の作りだからもうおかしいのはオーディションがあって、その事務所に入れるこの仕組みじゃなくて、あ、例えば私でも、じゃあ、 どっかに所属するのかなウームなのかなまあ、まあ、ありえないけど、ウームなのかなえー、吉本なのかなえー、ジャニーズなのかなホリプロなのかな行ってそこで話し合いならいいけど、もうそこが囲い込んだタレントが、ね、妖精とか、なんか、なんかもうそういうのは古くないですかっていう。もうそういう時代じゃないよね。うん。だって契約するのはできるわけじゃん。変な話。別に。でもそこで、 お金が発生したら何パーセントでいいわけで、うん、で、高い収益を得るなら、そりゃ送り迎えもします、マネージャーもつけます。別にマネージャーがいなきゃできないなんていうことじゃないから、うん、そら最初からすごい人なら話は別だよね。何か、例えば、作家活動とか、いろんなことやっても、まあ、私は漫画家で、 名前があって、不安がいて、ある程度できるなら、そういう人が、もうそういう状態で、契約していくっていうなら、あの、話は別ですよ。うん。違うことなんか著名な方が、あの、ね、どこかの、ええー、そういった事務所に所属して、マネジメントしてくれるところに所属してっていうことならあるんだけど、普通から言ったら別にね、って、どこでもいけるんじゃないかな、というふうに思いますね。 だから、だからこれがもう、あの、現代風にかだわってくんじゃないのかなっていう風に思いますよね。うん、だから、プロダクションに所属してなかったら仕事はさせないよみたいなね。話とはちょっと違うと思いますね。うん、まあ、そういうようなね、あの、形になるんじゃないかなって思いますね。徐々にね。もうなってるのかな。うん、だから、プロダクションって何、何、何なのっていう、もうそもそも何なの っていうことが、もう、問われる時期に来たのかなと。うん。そうね。うん。俺、僕も、私もわからないもん。よく。どういう機能をしてるい確かに便利なのかもしれないけど。で、そこに対してどれだけの、本来はこうでこうで。まあ、まあ、例えば吉本でいや、ギャラが少ない、どうのこうのって、あれはネタで言ってるのかもしれないけど、そこのところも適正なのかそうなのか テレビ局とかそういった、まあ、映画とかドラマとかそういうところは、プロダクションを通さないと仕事を出さないのかまたそれもおかしいもんね。うん。オーディションっていうふうに言って個人じゃなんか、個人だったらダメなのかって。ね。えっ、ー、と、あの、会社を通してください。法人じゃないと契約しませんっていうのだったら、それもなんか違うような気もしてくるしね。うん。 まあそこら辺のことはね、皆さんどういう意見か教えていただければ。うん。やっぱり、あの、私もそんな所属したこともないし、やったこともないんで、タレント活動したことはあるわ,あるわけじゃないんで、そういう形の。いや、こういうことは、こういう風うで有効なんですよと、こういうメリットがあります、デメリットがありますっていうことは、あの、コメントで、あの、教えていただければなと思います。よろしくお願いします。